哲也のヒートアップ中。こんにちは。こんにちは。始まりました井口哲也のヒートアップ中、うん、この番組は足立区出身、そしてヒートアップ所属の井口哲也君を盛り上げようという番組でございます、うん、MC を務めますチューチューチューと言います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そして、主役ですね、井口哲也君、お願いします。ありがとうございます、今日で、2回目ですね。やりましたよ。先月が1回目ということで、はい、いやだいぶ緊張しましたね。ね、1回目見たよって方いらっしゃる。あ、はい、ね、ありがとうございます。だいぶ緊張しましたね。もうずっと収まらなかったですね、緊張が。どうして？どうして？もう前日からダメでしたね。今日でも今日はなんか2回目ということで、いや、まあ、だんだんちょっと気持ちに余裕が。あ、まあ出てきて、でもまだまだちょっと緊張があります。ここからですね、はい、1回目はまあウォーミングアップということで来てもらった方には失礼なんですけどまあ2回目からここから本領発揮するということで、いや、楽しみです。先月は大変でしたね、あの乱闘騒ぎとかバーバーとか。いや大変でしたね。僕も想定外なんですか、あれは。想定外です。なんで聞いたの。まあそうですね、なんかゲリラが急に始まったりね、いろいろあったり、いろいろで、そこから試合とかもありましたか、あれから反響なりなんなり。あれからそうですね、まあ昨日試合があって、あ昨日試合、はい、多摩スポーツセンターって初めてその会場でプロレスをやったんですけど、はいはい、で自分前回お話ししたんですけど、渡辺宏さんっていう選手がいて、はいはいはい、自分が一番やりにくい、あランキングね、はい、ありましたね。やりでシングルマッチで戦うことになって、うんうん、まあ、あの見事にあの負けまして。あ、負けちゃったんですか。惜しかったね。惜しかった。どうやった。手応え、勝て出た。あ、ボロ負け。いや惜しかった。勝て出ましたね。あ、やっぱり見た方、うん、あ、見に行った。お、すごい、うん、そうですね、あれは会場がちょっと悪いですね。会場のせいにした。会場のせいにしましたよ。設備ってことは、yeah. お客さんになってこと。負け惜しみにはちょっと、まあ負けました。小さすぎるでしょ。会場が新しい。もうちょっと会場がね、はい、そうですね、よかったらね。でもまあやっぱいろんな自分も他団体さんでやらせてもらって、ある程度ちょっと自信がついてた部分はあったんですけど、あーやっぱり、まあ、まだ、ちなみに先輩ですか。年の差30歳。わー、もうじゃあもう大ベテランですよ。いや、もうお父さんですね、年齢的に。あー、なるほどね、はい。最後何の技でなんていうかな、最後はどういった技決まったんで、決められた、コブラツイスト、ね、あ、コブラツイスト、はい、聞いたことある。なんかウィンってなるやつでしょ。どんなやつ。コブラツイスト、なんかこんなどういうやつなんですかね。脇抱えて、うん、そうね、ラジオ体操みたいな。あ、でもなんか脇腹をこう伸ばす感じのストレッチ技みたいな感じで。でもタップもたまらんと思って、ね、そうです、タップしちゃう。そうなんだ。それもカウントじゃなくて、もうギブアップ、ギブアップ、はい、俺聞くんや。そうですね、僕も昨日ちょっと調子に乗って、うん、普段やんない技ばっかやってたんで、そこはちょっとそれやん。そこじゃん、会場とかじゃなくて。ちょっといつもより広い会場だったんですよ。ね、ちょっと調子に乗っちゃって。ちょっとやったろうって。ちょっと慢心しちゃった。ちょっとバンバン新しい技を。ああ、なるほど。ちょっと自分のペース崩して。ちなみにじゃあ次回はいつですか、試合は。次回は3月21日、高島平ってところであるんですよ。それはジャッジメントルールって言って、はい、またシングルマッチなんですけど、はい、その10分一本勝負で、10分10分試合をやるんですよ。電話がなんか LINE が来たの。そんな番組、すいません。10分やって、で引き分けになったら、あの普通引き分けなんですよ、そこで。でもそのお客さんが拍決めるっていうのがあって、なるほど、その引き分けだったらお客さんの拍手の数で決める。ああ、そういうルールもあるんだ。 あります、ね、すごい。お相手は誰ですか。武田光純さんっていう、まあその方も先輩で、デビューは僕の方が先ですね。あ、じゃあまだ、はい、でも年齢はあの上、僕の方が下なので。いける、勝てる。いや、もう勝てますね、全然。ちっちゃい子で勝てますねって言いましたけど。ちなみに会場は悪くないですか、そこは。会場は僕が初めてヒートアップを見に行った会場なので、うんうん、もうバッチリです。もう今のうちから言い訳消しときますんで。会場も OK。 会場は OK です。相手もレフリーも OK です。レフリーも OK です。
技試したりしない？試したりしない、はい、もう全然大丈夫です。あ、技は試さない。よし、じゃあ勝つしかない。勝ちます。よし、じゃあ来月またあの番組あるんで、その時、はい、こうなってるか効果、ね、ご報告をします、またやりましょうか、はい、じゃあちょっとこれから先月と同じくいろいろこう企画がありますので、はい、お楽しみください、はい、じゃあまず最初のコーナーでーす。はい、ランキングのコーナーでーす。先月のランキングは、やりにくい、うん、試合、嫌いな、いやいや嫌いって言って言ってなかったよ。苦手だ、苦手、え、あ、尊敬する、いや、面倒見がいい、あ、そうだ、面倒見がいい先輩と戦い、今戦いたいヒタップの選手です、ね、あ、そうだ、で、はい、やりづらい方に渡辺さんがいらっしゃって、はい、そうですね、ど根性さんとか、はい、ね、うん、はい、一番面倒、面倒見のいい、はい、なんか変なランキングでしたよね。なんかちょっとやっちまいました。大丈夫？いや、大丈夫です。いや、全然大丈夫です。いびられてない。いや、全然大丈夫です。いけます、僕は。じゃあね、今日は2回目なんでね、どんなランキングがあるのかね、はい、じゃあさあ、楽しみですね。楽しみです。攻めてますよ、だいぶ攻めてます。いきましょう。プロレスラーならでは、プロレスラーになっていなかったら他になりたかった職業ランキング。逃げましたよ。ね、ちょっともう一回同じやるのはきついな。個人名が出てくる。いや、これはでもあくまでなりたかったですからね。なるはあれです。小学生じゃないですか。プロレスラーになっていなかったら他になりたかった職業ランキング、まず3位見てください皆さん。 YouTuber ですね。いや、これはですね、おいおいおい、がっかりだよ。が現代っ子だ。どうしたんですか。あの、これはあくまでなりたかったっていうあれなので、はいはいはい、言えば、まあ、趣味感覚でこう YouTuber、 まあやんないですけど、まあまああれ趣味じゃできませんよ。そうですね、毎日毎日撮って編集して、なんかその、まあやりたかったらっていうのは、やっぱ自分でこうプロレスもそうなんですけど、うん、一からこうどんどん作り上げてこう有名になっていくっていうのも、あくまでもチャラいことじゃないと。あ、僕は、はい、もうもし例えばじゃあ YouTuber になれ、はい、なったらどういった、例えば何々始めてみましたとか、ラーメンを毎日食べるとか、そうそう、何系の動画をアップするんですか。そうそう、ね、過激なのやりたいです。なんか体張った、ほうほう、なんですかね、例えば、例えばなんか考えてない、コオロギ、生きてるコオロギがあるじゃないですか。あれを前僕動画でなんかギネス記録みたいので、生きてるコオロギを1分間に 何匹食えるかっていうのがあったんですよ。食べるの。それごめん、これ失礼やけど、アホやね。それ結構、え、1本コツが出てきた。そんなことない。そういうのとか、なんか何個食ったの、ちなみに。何個、僕はやってないですよ。 あ僕はやる、僕はやってない。いやいや、違う、それは動画でやってる人がいてっていうことです。いい、僕はやってないです。僕は、じゃあ、ね、もう他に何する、食べてたあと、あれ結構有名ですよね、なんかセミとかをカーバンで、なんか、皆さん見たいですか。セミとかコオロギ食べてる伊豆志くんが食べてる。むしゃ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 。昆虫系やりたいですね。昆虫系、なんかゲテモノ料理じゃないですか、そういう。まあまあ、じゃあ今でも一応できるとか。まあそうです。じゃあ YouTuber が3位、2位が、飲食店。いや、これはその僕前、そのまあその学生時代の時とか、うん、その飲食店でバイトしてたことがあって、やっぱりそのなんかやってて、まあこれはプロレスラーやってるうちはまあ無理かもしれないんですけど、うん、まあ普通に自分のお店をこう持ちたいなっていうのが、それも一からやもんね。そうです、一から。ちなみに、どんな食べ物を、どんな食べ物を、何屋さん、あ、海鮮がいいです。海鮮、海鮮居酒屋。あ、お肉とかじゃないんだ。あれ、海鮮、海鮮ヘルシーなのを攻めて。お寿司屋さんとかじゃないよ。いや、違います、海鮮居酒屋です。海鮮居酒屋。儲けようとしてる。なんかこれもまた一から自分で海鮮、いやいや、まあそうですけど、なんか一からではないから、そのまさか育てるこの飲食店を一から自分でお店持って、うん、そのどこまで海鮮居酒屋。コオロギとか出したかんよ。いや、それは出さないです。飲食店が2位。そうですね。あ、じゃあ海鮮居酒屋で1位がプロ野球選手で、これは僕、まあそのそもそもの最初の夢がずっとプロ野球選手で。あ、そうなんですね。なんか小学校の時少年野球やってて、でその時少年野球やりながらやっぱプロ野球見に行って、プロ野球選手になりたいなという夢があって、まだその頃やっぱプロレス知らなくて、で中学入って、まあプロレス、まあ
ていうのをテレビで見て、いいな、そうですね、もう野球よりプロレスの方が、 誰が憧れの選手いますか？僕ヤクルトスワローズがすごい好きで、うん、毎回神宮球場にその試合、そうですね、開始前の選手が車で入り時間で入ってくるんですよ、そこからを僕出待ちして、サインと写真をもらいに行ってたんですよ。どなたが好き？僕その時代、今時代だったらあの青木宣親、戻ってきましたね、戻ってきました、青木、はい、あ、やっぱかっこいい、いや、かっこいいですね、あのアベレージヒッター、僕そこまで今見てないんですけど、なんかやっぱりそのいや昔なんですよ、今は見てないんですよ、ただなんかそのやっぱりその本当好きでずっと出待ちしてまでこうすごっ行ったり、もう本当6日連続で見に行ったり、もうすごいね、めっちゃ見に行きました。どなたのサインもうほぼ今の選手は分かんないんですけど、昔その時だったら多分ほとんど持ってたと思います。すごい、全部すごいな、同じ人のところ何回も行ってますね。あ、じゃあもうそこからプロ野球選手になりたいと思って、はい、そうですね、もうじゃあ一体どこからこうそのプロ野球選手からこうプロレスっていう、そのまあ実際プロレス見たのは小学校6年ぐらいの時なんですけど、うん、それでテレビで見て、まあ、かっこいいなとは思ってて、かっこいい、ね、まあ、ハマったんですけど、やっぱりでも野球のがまだ上で、あ、まだまだ、まだまだ上で、うんうん、それでまあ中学校入って、まあ、形的に野球部に入ったんです、形、まあ、すぐ辞めたんですけど、なるほどでもなんかそのやっぱりすぐなんか中学校入ってまたプロレスを生で見に行ったりしてから、そこからちょっとずつやっぱ生で見に行って、この迫力とかっこよさそこでっていうのがもう逆転、野球と逆転して、そこからプロレスの選手になろうと決めたって、はい、そうですね、はい、じゃあもしかしたら、生で行ってなかったらもしかしたら目指してどれかを目指してたっていうそういうあの、はい、バッタじゃねえ、コオロギ食うか海鮮屋さんになってるかよかったね、プロレスラーでね、よかった俺は、うん、YouTuber とかね、はい、じゃあ続いて、はい、次の方があの攻めてます、ね、これは行きましょう、はい、苦手ランキングですね。よーおいー、第3位、目薬目薬いや、これどうしたよ、本当くだらないですけど、僕本当ダメなんですよ、目薬知らんわ、どうでもいいんですけど、ごめん、知らん、どういうところが苦手な、どういうところなんか目薬刺す時あるじゃないですか、やっぱり、うん、あれってだってまあ普通の話ですけど、うん、絶対目開けられないですよね、目薬さすときって、目開けないんですよ、目閉じたらダメじゃないですか、目閉じたらダメ、入らない、絶対だって、うん、液体入らない、うん、絶対閉じちゃいますよね、目薬って大丈夫どう考えて、ここサイゼリアえ、サイゼリアで喋ってるこれ大丈夫、ちょっとドリンクバーないよ、え、閉じちゃいますよね、閉じちゃう、わかるけど、じゃあわかんない、だって私でもわかんない、閉じたら入んない、でも閉じちゃう、閉じちゃう、僕痛いのダメなんで、こういう痛いのダメ、痛くないやん、いや痛いんですよ、染みるのがダメ、なんか染みるそういう、もっと痛いこといっぱいしてんのに、ほんまやほんまや、痛いことしてんのに目薬はダメ、ダメです、僕ちっちゃいこういう痛いことがダメなんですよ、あ、でっかい痛いことはダメ、あ、そういうことね、わかんない、目薬が苦手、2、お化け屋敷です、書くことかこれ、いやこれもまあそのどうしたなんですかね、その嫌いじゃないですよ、僕好きなんですよ、あ、好きなんや、ただその僕結構ビビリなんで、うん、こういうとこ行くと一番ダメなタイプですぐもう出ちゃう人なんですよ、僕入ったわ、今の非常出口から、はい、で出ます、ダサいよ、ダサいすごい、本当だ、女の子といけないよ、ちなみにいろいろ行ったんですか、有名なとこで言うと富士急とか、あ、僕富士急行ってないんですよあそこは怖いらしい、どこでビビった、どこのお化け屋敷怖かった、いや僕友達の学園祭でもビビったあのレベルあんなもんダボルコンプレ教室の、いや、なんかそういう生徒がこういっぱいやってる、それにうわってやった、いや結構怖いんですよ、めっちゃクオリティが高かった、クオリティ高かった、あそこはね、ダボールでこうやって、うん、こんな人そういうやつ、もうそれも嫌、ダメですね、勝とうと思って勝てないじゃないですか、やっぱりなんかお化け屋敷ってちょっとみんな首かしげてる、間違いない、お化け屋敷は人がやってるんですけど、まあ幽霊的な、あ、
本物のなんかそういうのが僕ダメなんで、そういうのがいたらっていう。勝てない勝てないどういうこと、そういう幽霊とは勝てない、そうです、自分を守れないんで。なるほどね、苦手ランキング。そして1位が、なるほどねって、ジェット、いやいやもうしゃあないやろ、もう理解する、なるほどねって受け止めるしかない。そうだ、ね、ジェットコースターが苦手です、ね、どうした、これも僕やっぱ高いところとかダメなんですよ。笑ってもてるやん、高いところダメなんですよ。あ、なんか高いと高所強所、はい、だから僕そのリングのとかで試合とかトップロープ登るんですけど、はい、たまにそれも結構ダメで、え、あの、高さもちょっとダメです。僕だから登りたくないなと思って毎回登ってるんで。そんな言っていいの？いや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 登ってる。いやいや、でもその試合の時はアドレナリン出てるんでやってやろうと思うんですけど、なんかその試合始まる前とかにこうやっぱいろいろ自分の中で考えたりして、考えて、ね、こういう次この技でこう来たらこうやろうって、うん、はいはい、その時にやっぱこの技トップロープ登んのはやっぱなしにしようかなっていう、なるほど、ね、自分の中でのシミュレーションでそれかっこいい風に言ってるけどすごくダサいよ。なんかでジェットコースターはダメなんですよ。で僕でもちっちゃいミニは大丈夫、ミニジェットコースターみたいなのは大丈夫なんですよ。あの子供が乗るアンパンマンみたいなやつ、まあまあ例えるならまあそんな、なんかちっちゃい、あ、ちっちゃいやつ、ね、僕それ前だいぶ前ですけど10回ぐらい並んでミニジェットコースター小学生されたらいける、5歳児とかが多いから、そうです、どでけえ並んでる並んでます、ドヤ顔で、今ドヤ顔で言ってたけどさ、並んでますよチンチンってやつです、そうです、はい行きますよってやつ。でもやっぱちゃんとしたジェットコースターも乗りたいじゃないですか。ちゃんとそれはそうや、それでやっぱいざそういう遊園地とか行ったら無理なんですよ。なんで僕越谷レイクタウンに VR があるんですよ。そのジェットコー VR の、 あのコーナーの中でジェットコースターの体験、VR というのは映像の、はい、なんか360度体験、実際あれはどうですか。あれめちゃくちゃ怖くて、いや僕想像してたより全然もう結構 100% ぐらいのクオリティで、もうだから自分はその世界に入り込んでるんですよ。周りが見えないんで、そうだね、周りはでも自分のこと見えるんですよ、うん、ギャー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 叫んでるのを動画に撮られて後で恥ずかしかったです結構怖いんですよ。それは YouTube とかに、いや上がって、上げてないです、上げてないです、もう個人でもらいます。ゆずちくん可愛いですね。そう、想像力が豊かなんだ、そうなんですよね。だからなんかねっていうことにしてこれを作るっていうのがすごいですね、目薬、お化け屋敷、ジェットコースターでしたということでね、以上ランキングのコーナー、はい、大丈夫ですか、もう大丈夫です、大丈夫です、あ、もういい、よかった、ね、はい、じゃあ続いてもいきますか、はい、では続いてのコーナーです、続いては、告知ですね。そうですね、先にもう告知を先にじゃあ告知をぶっ込むということで、ね、3月18なんですけど、はい、あ、でも、はい、道場マッチ、うん、ヒートアップ道場マッチってその稲田堤駅に道場があるんですけど、その道場でもう興行を売ってしまおうっていうので、その興行を打つのが自分とあと飯塚さんっていう自分より1個先輩、あの3ヶ月先輩の先輩がいて、うん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 、その2人で全部その興行のその主催っていうか、そのいろんな全部チケットとか全部そのスケジュール的選手、なるほど、そういうのを全部その主催でやってて、はい、それでまあこれが全部対戦カードなんですけど、対戦カードも自分たちで全部決めてて、もうね決まってますね、はい、まあまあ他の人の意見もあって対戦カードはあれなんですけど、スタッフの、はい、あれなんですけど、こちらが、3月18日そうですね、12時半12時半開始です、はい、で2回目ですね、前回だいぶ人がいらっしゃいました、はい、来ていただいて、前の映像のやつですか、前のあの途中で切れたやつです、ご存知ですかね大事なとこカットされて最後カンカンカンで終わったやつ、終わったところです説明してってやつでした、ね、でまたこれが第一試合目が近藤ど根性広志さん、あ、出ました、そうです、はい、僕お会いしたいんです、あと、あと清水ライトさんっていう、はい、その他団体の選手になるんですけど、ただ清水さんも足立区出身で、あ、なるほど、はい、同じ足立区出身で、またここで第一試合バチバチ、よろしくお願いします、そうですね、で第二試合目が渡辺博さん、これ昨日やった、あ、昨日、はい、と大先輩、あと、はい、この間の道場マッチでデビューしたばっかの、 あの稲田マンっていう、稲田マンさん、はい、マスクマンなんですけど、あ、なるほど、またここは稲田マンさんデビュー2戦目なので、お、また博さんとシングルでやりはる、やるということで、はい、お願いします。で第3試合目が、お、第3試合目、そうですね、はい、あの一緒にその道場マッチを主催している飯塚さんと自分で組んで、はい、波口さん
ですね、波口さんと高杉さんという、はい、まあ、これも他団体の選手なんですけど、これはヒートアップ対頑固プロレスっていう団体があるんですけど、はい、対抗戦でもうその団体をかけた、団体をかけたっていうことはあれですけど、うん、なんか団体同士の構想、構想ですね、はい、そうです、わ、はい、わかります、はい、をちょっとそのメインで、これだけじゃ盛り上がるよ、すごい、メインで、ね、もちろん皆さん盛り上がれると思うけど、はい、はい、ぜひぜひ、そうです、ね、見に来てください、はい、でこの後もその金平大輔さんっていう選手 の、 そのが作ったちゃんこもこう無料で、はい、無料で食べながら、はい、食べながら、これはいいですね、食事付きってこと、はい、うん、はい、でリング開放もしてるので、もう試合終わったらお好きにリングでこう使っていただいて、すごい、はい、あとは交流もできる、そうですね、はい、もう、はい、これは行くべきですよ、もし行きたいなっていう方がいらっしゃったら、そうですね、まあその選手のツイッターで取り、まあ、言っていただいたり、あとはまあ当日来ていただいて、もう全然大丈夫です、よろしくお願いします、はい、ただな、ね、そして、もう一つが、練習生をね、はい、募集してるんですよね、はい、ヒートアップの練習生、うん、そうなんですね、練習生です、おー、はい、一応男女は構わないんですけど、あ、男女大丈夫、はい、18歳未満の方はまあ親の同意書が、はい、必要ですね、はい、でまあその週3以上練習できることですね、そして健康でやる気のある方なら、はい、そうですね、まあそうですね、練習生、まあ、自分が2016年デビューで、そこからのデビューの人がもういないので、なるほど、はい、もうそろそろ、そうですね、もっと人数を増やしてもっと大きい団体にっていうのが、以前聞いたのが、はい、スクワットを100回、スクワット500回ですね、スクワット500回、はい、腕立て150です、ね、150で背筋腹筋が150、もしそれができなかったらちょっと、まあその1回あれですか、もう1回来てもらって、2回目でもう1回再テスト、入団テストみたいな、はい、できるという、そうですね、はい、いつしかも一発、僕一発です、なんだこれ、ちょっと自慢します、ちょっと自慢します、ありがとうございます、じゃあ練習生も募集してます、そうですね、はい、男女問わず、問わずお願いします、はい、年齢も問わない、年齢も問わない、これもどこで言えばいいんですか、あ、これはヒートアップのサイトに練習生募集っていう、そこからヒートアッププロレスで検索していただいたら、その練習生応募のサイトが出てくるので、そこにメールで問い合わせしていただければ、はい、よろしくお願いします、はい、さあということで最後、あ、最後じゃあ、はい、盛りだくさんの告知、これが、うん、3月25ですね、中央医療学園専門学校さんというところで、はい、そのまあ、学校説明会というかそのイベントをちょっとやらせていただくんですけど、まあ、その中央医療学園専門学校さんに入りたいという方がこうその説明会に来るんですけど、はいはい、その時にゲストとして僕ら、うん、山田太郎さんという方は、まあ、他団体の選手なんですけど、はい、あと近藤さんと自分で、はい、そのゲストとして呼んでいただいて、なるほど、またそうですね、まあ、その太郎さんという方が鍼灸師の資格を持ってて、はい、まあ、そのいろいろ説明だったり、まあ、あともう学校でも試合をやっちゃおうっていうので、すごいですねうん、学校でレスラーとの交流、そうですね、腕相撲対決とか、でそうですね、あとまあその学校を回る、うん、まあ、学校のいろいろ説明する、回るのも自分らですらと、はい、こういろいろ回ったりとかです、ね、こちらも募集してますと、そうですね、そうですね、3月25日ですね、あ、まあ、全然来ていただければ、来ていただいて、はい、よろしく、これもまたツイッターとかで、そうですね、ツイッターでまた自分の方でも、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで、一応告知の方はまた最後にもいろいろ協賛店の紹介は後ほどということで、うん、はい、じゃあ次いきましょうか、はい、続いてのコーナーは、はい、はい、ゲストのコーナーです。毎月ゲストをお呼びしての、はい、そうです、してるんですよね、はい、先月が吉岡選手、はい、腕立て伏せ対決をしまして、はい、同点でした、はい、はい、すごいその後悔しがってましたけど、ね、ということで、ね、今日のゲスト、この方です。じゃあ登場していただきましょう、お願いします。はい、じゃあ、ガノ・マサヒロさんでーす。おい、今日のおい、おい、おい、ガッツェ・オスクマラ、おい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 、改めてお願いします。ガッツェ、いやいや、アイアムチョーナ、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか、お久しぶりです、お久しぶりです、いや、
体がね、どんどんアウトメでかくなっててね、はい、あ、すいません、はい、君はそんなトンチンカンな人間になってるから、いや、素晴らしいですね、ありがとうございます、ジョーノさん、はい、ジョーノさん、あの本物のプロレスラー、本物のプロレスラー、いや、ジョーノマサイロだよ、いや、マジック、ジョーノマサヒル、マジック、さっきなんか楽屋で書いてる、書いてないよ、あ、じゃあ前はさっきからヘラにしやがってお前。お前今日二言ぐらいしか喋ってねえじゃんよ、ほら。いいじゃん。私あんま役目ないから。何で来てんだ。何で来てんだじゃん。レギュラー半々って。じゃあ井口くん、今日はじゃあ長野さんを、はい、お呼びしてどういったことをしたいんですか。まあせっかく、うん、はい、来ていただいたのはやっぱその自分は先輩と対決を。先輩じゃないけど、同期だよね。ちょっと対決を、はい、じゃあ対決をするということで、ちょっと3本勝負を、はい、3本勝負、はい、やらせていただきたい。ちょっと大丈夫ですか、3本勝負ちょっと、まあ、でも、はい、スクワット500回って言ったでしょ、はい、新入生の、はい、その、はい、まあ、俺たちそのデビューしたての頃ってスクワット3000回とか平気でやってたから、俺たちがデビューって、デビューしたの、いける、うん、じゃあ腕立て100回とかずっとやってたからね、まあ、じゃあ自信ありということで、うん、負けませんね、長野さん、じゃあ、うん、1本目の勝負は、腕立て伏せのコーナーです。腕立て伏せ、いける、別に僕は、はい、いけます。ちなみにどういったルール、井口くん説明して。腕立ては、うん、5回できた方が勝ちです。なるほど。5回、はい、何十、何秒で何本とかじゃないですか。5回もだいぶすごい数字ですけど、いや、すごい、じゃあクイちゃんちょっと数えてみて、クイちゃんもしかしたら瞬速やと思う、2人ともパパパパパと、そう、ちょっとやばいな、はい、これは5回やった方が勝ち、はい、はい、5回やった方が勝ち、じゃあ5回やって普通に立ってください、その時点で勝負、はい、ちょっと長野さん腕細ない。すいません、すいません、すいません、俺3年ぐらいリング上がってないんだからそうなるよ。こんなちっちゃいの肩があるの、本当に。あれちょっと待って、ブヨブヨですやん。え、ちゃんと畳んでるやん。長野さん、あれ長野さん、ちゃんとこんなちっちゃいじゃん。あ、そうか、まあまあまあ、そっか、やってないからね、ずっとやってないんだよ。あ、すいません、失礼します、すいません、じゃあ5回いきましょう。はい、真剣勝負でございます。もう一瞬の勝負やからね。ペイちゃんには蝶野さん数えてあげて。はい。じゃあ行きましょう。よーい、スタート。うわあ。あれ？むちゃくちゃ先月早かったのに。言っただろ。のげで俺ずっとやってたんだから、これのげで、あ、のげ式の、じゃあ1本目は長野さん、あっすまんすまん。じゃあ続いて2本目いきましょうか、はい、2本目の勝負が、腕相撲です。お願いします。さあこれはもう明確に腕相撲のコーナーでございますけど、ちょっと手の感覚で、はい、まだちょっと自分の練習不足だ。もうだって腕の太さ、いやちょっと全然すごい腕太い。いや俺ちょっと練習してないんだから最近。本当。お前分かってんだろうな、お前。分かってんだろうな。分かってんだろうな。どういう意味で分かってんだろうな。真剣勝負だ、真剣勝負。そっち。分かってんだろうな。お前分かってんだろうな。そうね。手加減すんじゃねえぞ。本気でかかってこいよ。じゃあこれ猪木さんも見てる。全部言うから。あ、そうだ、猪木さんも見てる。行きましょう。レディー。あっ！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 持ってかれてはないよ、お前。俺も持ってっただろ。めっちゃビビってましたけど。あーって。あーとか言うんじゃないよ、お前。何なの、お前、それ。すごいパワー。すごかった。いや、すごい。やっぱ、最近から違います。急にやね。33年プロレスやってんだから、俺。うわー、やっぱすごいですね。肩いったんだよ。肩、逆に大丈夫。
大丈夫だよ。まだ肩いったってお前。まだ肩いったってなんだお前。2本目も長野さん。すごい。やっぱさすがですね。さすがだ。ちょっと勝たないと。はい、次は。続いて、これ大丈夫かな。チョップ対決。チョップ対決。チョップの。はい、いけますか。男と男の本気の、まあね、はい、俺も東京ドームで飛ばしてんだぞ。やってますから。いけますか。そんな言ったら俺だけ健介としょっちゅうやってたんだから。大丈夫。ちょっと待って。ちょっとちょっとちょっと待って。ちょっと待って。なんだこの体。ちょうどさん、ちょ運動しなさすぎてるでしょ。運動しないじゃないよ。練習してないでください。大丈夫ですか、見てくださいよ。行けますか。本気で行くの、伊豆地君。伊豆地君、保育で行くんで。では、どうするんですか。お互いこうやり合うということで。はい、じゃあ、伊豆地君から。はい、行きます。失礼します。背中向けたら逆になるの。大丈夫。ちょっと深野くん頑張って。ちょっと顔が。あー、つらつら。痛いって言った。すいません、これ間違うぞ、お前。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。健介とか小橋に比べたら全然ね。まだいけますか。よし、どうする、どうする。じゃあ次は、じゃあ、あの、蝶野さん、お願いします。ね、真剣勝負ね。ペチペチだ。間違うじゃないか。3月続いてますよ。よし、じゃあ2回戦。これはもうかわいい音だね。うわ、ん、ー、うん、あー、痛いよ、痛いよ、これは。どうだ。あー、冷やしてる。冷やしてる、冷やしてる。わー、痛い。あ、ちょっと見てください、ヒゲがなくなった。これ後で。ちょっと、うわっ、ギュ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 ギいやー、すが、素晴らしい。プロとプロの対決。いや、プロとアマやん。練習する人やっぱ違うね。赤だよ、真っ赤。カノさん、すごい。カノさん、大丈夫ですか。ニューファッションです。改めて紹介しますね。蝶野正弘さんのモノマネ芸人さん、ガノさんでした。よろしくお願いします。いや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 、戦っていますね。すごかった。伊豆地くん、いや、あっという間のね。最後ちょっと本気だったやん。いや、そうですね、いつも通り振り切ったやん。ガノさん、ちょっと今日はありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいやいや、でも本当に、はい、あの、お好きなんやね。そうですね、はい、あのライブで一度お会いして、はい、あ、それでちょっとガノさん呼んでほしい、はい、チョップしたいんですって。チョップしたいんですって。いや、チョップしたいんですって。本物の胸じゃないじゃん。やだ、ちょっとマジック、それ選択すれば治るから大丈夫だよ。漂白つければ治るから。神野さん、あの、じゃあ告知ありますか。あ、もう早速ですか。じゃあ、まあまあまあ、ここからまだずっと言ってくれるんですけど、はい、あ、じゃあそうですね、来月のですね、4月13日、 4.13 金曜日ですね。 4.13、 西口プロレスというですね、お笑い芸人がプロレスをマジでやろうとして危ないことばっかやってるという。お笑い芸人って言いましたね。そう、もうはっきり言います。プロレスごっこです。大人のプロレスごっこをですね、あ、まあ、リングを借りて、まあ、コントですよ、いわゆる、うんうんうん、コントをやるというのですね、それの、若手だけでやって西口ドアというのを大概決まりまして、4月の13日、 4.13 の、新宿御苑パペラというですね、カレー屋さんでやりますので。カ
カレー屋さん、はい、カレー屋さんでマットを敷いてやるんですけど、この間ですね、前回年末にやりまして、うん、はい、その時に店長からマット敷いてる途中に、下が中華料理屋さんなんですけど、そこから受け身取りすぎて苦情が来たから優しい試合をやってくれって優しい試合プロレスを何だと思ってんだ店長って。でも俺たちは ね言っても、まあ、そう本物じゃないから、こんなやれないよっつって本物じゃないからってそう、もうはっきり言う、本物じゃないんだよ俺たちは。でも公認長野さんにもう公認の方じゃないですか。これね、公認って周りが言うから公認なんだろうと思って、なんとなく本人に会ったら聞いたんですよ。黙認って言われました。おわ黙認だから、まあ、ちょうどいいぐらいの。あ、でもご本人さんと、そう、やっぱ大きいですね、本物。すごい、ね、でもやっぱ全然試合に出てないから、うん、体型がちょっと似てきてるって。本当に向こうがでタッパがあるから余計スリムでね、スラッとした感じに見えるんだけど、それでもやっぱ、いや嘘でしょって、もう練習全然してないって。でも笑い番組とかでね、ビンタされてはるけど、やっぱ力はやっぱまだ全然残ってるでしょ。いやね、ビンタのバーンって、おみそかのね。いや、そうか、告知はそう以上ですかね。まあぐらいですね、はい。お笑いライブの告知は大丈夫。お笑いライブの告知はですね、うん、ツイッターにいっぱい載せてるんです。もうそんなの手っ取り早い。ツイッターやってるんですか。省略しいだ。ツイッター1日1ガッテムっていうを上げてますんで。怒られるよ。1日1ガッテムっていうのは1日1ガッテムっていう、どういう、その日のあった出来事の中で、ああなんだこれガッテムってもう言いたくなるようなことを上げるっていう、ただの俺のプライベートが丸見えになるっていう。ガッテムっていうのは、まあ、つまり何クソっていうこと、まあ、そういうことですね。あ、直訳するとクソとかそういう、あ、畜生っていうのをガッテムっていう、そうそう、小梅太夫さんがこうなったって思ってくれればそれが早いと思います。畜生っていうのをガッテムみたいな、まあ、そんな感じ。じゃあ最近あったそのガッテムありますか。ちょっと最近あったガッテムは、最近クソってたガッテムは、実家から仕送りが来たんですけど、仕送りしてるの仕送りもらおうとしたいいよ、そこはいいよ、そこはいいよ、前話が止まった。そこじゃない、仕送りが来たのはいいんだけど、それが着払いだったっていう。仕送り、いや、たまにはね、その受け取れって向こうが言うから、ああ、まあ、俺はいらねえって言ってんのに、うん、いいよって、そう、個人やれてるからいいよって言ってんだけど、いや、たまにはね、そのもういいね、年だろうけども関係ないからそんなのが、たまには帰ってきなさいって感じで、この仕送りもらって着払いで1300円払いました、ちゃんと。これがガッテムですか。ガッテムです。これガッテムです。一人っ子なんですよ。やめろ、いじんじゃねえよ。一人ことがいじんじゃないよ。楽屋でもお母さんの話ばっかり。いやいや、マザコンなんですよ。マザコンじゃないよ、マザコンじゃないよ。やっと自立したんですもんね。自立はしたよ、いいよ。ショーノさん、やっと一人暮らし始めまして。ショーノさんは一人暮らしじゃん。何言ってんのお前は。ガノさんはね、最近一人暮らし。お前今日結構ひどいからな。すいません、すいません。ちょっと今日むちゃくちゃ面白い。お前全部伊豆選手に持ってかれてんだからな、お前今日。あ、そう、すいません、すいません。伊豆君ごめん。伊豆君の番組なのに。ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい。なんか質問あります？質問。せっかく来てくれたんで、憧れのプロレスだよ、ね、そうですよ、ね、質問あ、ないないんや、ない聞くこと今日の一日があって今日の一日があって何でもいい、何でもいいですか。何でもいい。西口プロレスさん出られる前日とかって、はいはい、その筋トレとかウォーミングアップってどんぐらい。はっきり言います、筋トレはほぼしません。筋トレはしません。さっきもね、軽く説明しましたけど、芸人が集まってやるプロレスごっこだから、本格的な本当のそのバッチバチな試合じゃないんですよ。そういうことをそれっぽく見せる試合もあるけど、バッチバチでやるわけじゃないから、参加場っていうのがあるんですよ、西口プロレス。まあ、知らない方のために言うと参加場、まあ、まず、安全第一。まず安全第一で、筋肉禁止で、台本重視。まあ、コントだからそのアドリブでね、フランケンシュタイナーやるよとか言い出すと、お前いい加減しろって本気で怒ったりする。いや、おかしいでしょ。
プロレスとかはね、もうその台本なんてものはないですから、もう質問間違ってるよ。もうさすまってやるけど、そう。いや、井口君も大丈夫、大丈夫。大丈夫です。はい。もう OK。OK。はい。じゃあ告知最後にじゃあ協賛点だけ。協賛、はい。ごめんなさいね、井口君の番組。いやいやいや。これあの字はめっちゃ汚いのは気にしないでください。センスの加納さんに持たせる。いや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 、今渡したよ、渡したよ。ユーチューバーちげえな。YouTuber じゃねえよ。あ、俺も加納さんはね、はいはいはい、かけてんじゃねえか俺が。めちゃくちゃだなお前は。亀有パフォーマンスパークさんっていうところから、はい、まあ協賛、まあそのいただいてて、ご協力していただいて、亀有パフォーマンスパークさんは毎月第1土曜日と第2日曜日で、はい、その亀有駅前とかでそのいろんな大道芸の方とか、そのまあそのシンガーソングライターの人、歌手の方とかがその30分間の枠でイベントをいろいろやったりするんですけど、自分もこの間出させていただいて、そこであの近藤さんともう路上で試合を、あ、すごい、はい、路上プロレスだ。路上プロレス、そういう団体があるんだよ。はい、あります、あります。これもミュージシャン、歌手の方、お笑いの方とか、マジシャンとか、ね、いろんな方。そうですね、大道芸の方、主に大道芸の方が多い。大道芸の方で、はい、まあ、そうですね、30分の持ち時間でやって、また自分、はい、来月ぐらいに、はい、ちょっとまた場所は亀有駅前ですね。もう本当、亀有駅出て南口出ていただいたらもうすぐですね、はいはいはい、伊東洋華堂の、あ、はいはい、すぐもう目の前ですね。そこでもう あそこでやってるんだ。あそこで、はい、もうやってる。お時間は、これがですね、まあそのサイト、ホームページ見ていただいたら、その出ますか。だいたい多分その前日ぐらいにそのどの人がどこの時間帯でやるっていうのが出るので、まあホームページチェックしていただければ、その何時から何時までっていうのが出るので、はい。亀有パフォーマンス。パークさん、パークさん、はい、協賛でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげで番組が成り立ってます。そして2点目、はいはい、はい、すいません、はい、これはね、ガノ君も出たことあるでしょう、居酒屋クラさんですね。そうですね、はい、ここでも毎週金曜日クラライブというクラお笑いライブをやってましてね、あの、はい、出たことありますよね、何度か。あ、2回ほど、2回ほど出て、ちゃんとお笑いやってました、はい。でそして、通常は居酒屋ですもんね。そうですね、居酒屋、ね、はい、居酒屋で、はい、こういった、あ、一日店長やられ、あ、そうなんです。3月の17日土曜日に一日店長、うん、はい、まあ、時間がまだ予定なんですけど、はい、確定じゃないんですけど、20時から22時頃をちょっと目安に、ちょっとまだまた詳しいことはもう一回ツイッターで、あ、ツイッターにあげます、はい。いや絶対お笑いライブの時より人が来るじゃないかこれ。まあまあまあ頑張りましょうよ、金曜日もやってますよ。またその、はい、クラさんでいつも出してないそのプロレスとのオリジナルメニューだとか、メニューをオリジナルドリンクだとかっていうのまたその提供させていただいて、コオロギなしよ、コオロギは、コオロギなし、じゃあコオロギはダメだけどバッタ行こう。いや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 、バッタ行こう。もう怖いわ。場所がどこでしょうか。関原商店街ですよね。そう、西新井駅近くにあります、はい、徒歩、5分ぐらい、徒歩5分ぐらいですね、関原商店街、ラーメン屋さん浜屋さんの斜め向かいにあります、うん、はい、道が結構入り組んでて分かりづらいは分かりづらいですけどね、夜もちょっと暗いので、よかったらあのこれもホームページ Facebook を、ね、やってますので、はい、ぜひあのフォローして、うん、すると地図も載ってますので、ぜひお越しください、お願いします。居酒屋くらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ありがとうございます。最後、最後、はい、はい、こちらです。最後、ジ、家でなんか書いて、スペースにこれなんか落書きできるやん。いいですか、今度からこっちから書いて、はい、いいね。タカランチョさん、はい、どういったところ、どういったお店でしょう。以前というか、まあ、最近なんですけど、はい、一回お店の方にたあの、うん、行かせていただいて、うん、さっきお蕎麦もそのお蕎麦ね、はい、食べさせていただいたんですけど、そうそう、あ、クエちゃん行ったことある、うん、ある、何回もある。お、どういったお店。あ、私おすすめはたぬき冷やし蕎麦、冷やしたぬき蕎麦、冷やしたぬき蕎麦、はいはいはい、美味しいです。麺も美味しいしね。そうそう、そして僕が好きなのは、お蕎麦ももちろん美味しいんですけど、卵かけご飯、
あって、ジホーランっていうねすごい高級な卵、うん、割れないんですよね、こう、そうそう、黄身のね濃いね、濃いあれと、そうもうそば、もうまさにもうすっごいマッチして美味しいです、うん、ぜひ高南町さんね、じゃあもしそれが口に合わなかったら外にぶちまけてください、いやいやあかんわガッチャーンって二度とくんなって言われるだけです場所は、西新井大師のすぐ近く、ね、うん、はい、うん、でも大きい看板で高南町って書いてますんで、そうですね、よろしくお願いします、はい、はい、高南町さんありがとうございます、うん、いやありがとうございます、うん、そしてあっという間の、1時間の放送でございました、はい、まだあと5分ぐらいあるんですかね、うん、す何か言いたいよ告知したいよっていう方いらっしゃいますか、いやもう言い切ったよ、もう大丈夫、もう言い切ったよそのための告知じゃなかったのまだまだあるよまだあるよ、でじゃあ、まだ私たち、ソニーという事務所に所属してまして、はい、事務所ライブが毎月第 4土曜日か日曜日にあります、あるのでね、そしてなんでそれが土曜日か日曜日かっていうと、うん、6軍あるんですよ僕ら、あのそうそう、もうすごい芸人の数が多くて、うんうん、今僕たち4軍にいて、はい、下がったら土曜日に行って上がったら、うん、そうそう、日曜日ステイとか、そう、これを毎月やってまして、うん、ね、もういろいろ大変なんで、うん、ぜひ千川ビーチ部というところでやってます、はい、池袋から有楽町線で、うん、金目町、そして千川というところでやってますんで、うん、ぜひぜひ応援しに来てください、お願いします、うん、Facebook もやってます、じゃあガノ君も Facebook はやってる、 Twitter もやってます、 Twitter、Facebook で告知をバンバン、はい、もろもろやってますね、お願いします、じゃあ、はい、伊豆地君、もう伊豆地君の番組やからそうです、ね、次回のこととか、以前ですね Twitter に、はい、サピアタワーっていうところに打ち合わせ行かせていただきましたっていうのをツイッターに上げて、はい、そのまあ詳しい内容を今日その発表っていう形に告知させていただいて、それをちょっと今から発表したいなと思ってて、はい、まさか渡辺さんとまたシングルやるの、いやそれはそれはないです、それはないそれはないそれはないです、しばらくまだあしばらく期間が欲しい、期間が欲しい、練習期間が、それはですね次回のまあゲストさんなんですけど、はい、まあ催眠術師ちょっと待ってちょっと待ってくれこれはどういう番組だっけ、前回先輩レスラーが来てでそっからおかしくなってお笑い芸人って催眠術師催眠術師ってなんでかな、すごいです、あのすごいんですね、それは元プロレスラーの人とかそういう、全然違くて関係ない関係ない関係ない、何も関係ない、大丈夫、どんな方、イッテQとかにも出られてて、イッテQ、はい、で催眠術をかけてたりしてて、一回その方にちょっと声かけさせていただいたら、はい、ぜひっていう答えをいただいて、なので来週のゲスト、あの催眠術の川上さんっていううさんくせえないやいや、でどういった対決をするの、まあ、そのどうするの、プロレスラー対、まあ、そのプロレスラー自分とあと、まあ、何人か来るか分かんないですけど、はい、まだ一応自分だけで、そしてプロレスラー対催眠術師っていうので、まあ、催眠術かかったら負けるいや絶対かかって終わるよ、いやかかるよかかるよ、プロレスラー日はよもうあなたはかかるよ、申し訳ない、絶対かかる、あれかかったら負け、まあ、かかったら負けです、プロレスラーは人だろうが熊だろうが催眠術師だろうがやっぱ負けないのがプロレスラーなんで、いやまあまあかかんないのがめっちゃかっこいいけどかっこいいこと言ってるけどかかったら負けなんで、かかんなければ負けだね、これ来月面白いですよ、これは面白いですよ、まあでも向こう一人でしょ、でこっち何人か分かんないでしょ、まだ分かんないです、あなたは助っ人でほら催眠術師、俺催眠術こんなのどうですか、催眠術を彼がかけられて、はい、チョップを食らっても痛がらないかって、それいきますか、じゃあ俺バットでいい叩き方だっていやいや、そうそうなるそうなる、まあね、催眠術っていうぐらいだもんね、それぐらいの、うわーマジか、あなたはもう催眠術の死を勝たせるために頑張らなきゃいけない、もうしんどいな、もう毎月毎月こんな言ったらダメですけど、来月は4月の、はい、8日8日です、ね、8日に、同じ時間帯でここでやりますので、ぜひ応援 してください、お願いします、で、うん、来月は川上さんがここにいらっしゃいますんでその川上さんが生放送ですからね一体何が起こるのか
なんか楽しみです、ね、わかんないですよ。あなた爆竹食われてるかもしれないよ。催眠術で。もうやだもう。催眠術で受けるか受けないかとか。川上さんいらっしゃるのか。楽しみやね。川上さん知らないでしょそもそも。いかにもか催眠術。それがガッテムですよ。これガッテムですね。じゃあ、締めていただきましょうか。はい、じゃあ、井口くん。じゃあ、また来週、プロレスラー対催眠術師が。来週来月すいません。来月、プロレスラー対催眠術師があるので、はい、ぜひ、皆さん見てください。見てください。また来月、お会いしましょう。以上、バラ色ダンディでした。違います。